歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。今日からですかね、番組の名前おはようときめきタイムから月曜キラリズム変わるみたいですね。曜日ごとに、タイトルが変わっていくという形でそれぞれの個性が変わっていくっていうような形でね、話は聞いてるんですけどね、まあ、今までのおはようときめきタイムっていう平日ずっと同じ名前だったのから、まあ、それぞれ各番組あのこう曜日ごとで個性を出した名前っていう形になってくるということで、また新たにねよろしくお願いしますっていう形になるんだと思います。まあ、僕の方はキラリズムっていうような形のね、そういうタイトルの中でのまた枠組みで、やっていく形になりますので、これに合わせてね歯医者の方をちょっとキラキラっていう感じじゃないけれどキラリズムっていう感じでね、歯も綺麗に合わせてやっていこうっていうような感じでね、みんなのね意欲口の中に対するこう綺麗にしようっていう意欲もね、このキラリズムに合わせてキラッとこう輝かしい笑顔の中でね歯が輝く感じのイメージで、この番組も聞いていってもらえたらと思うんですけどね。じゃあそんな感じでね歯を綺麗にしようっていうところで、みんながね、大体思うところで言うと、まあ、綺麗にっていうのはあの見た目的な綺麗にっていう部分もあると思うんですが、病原菌的に綺麗にっていう部分もあります。歯並びっていう部分がね見た目だったら気になると思うんですが、僕は歯並び云々よりもやっぱりちゃんと手入れができてて病原菌が少なくなってるかどうか、そういう綺麗さの方がよっぽど気になります。また歯並びがね、ちょっと悪くってもそれがちゃんと虫歯とかね治療されてる、そんな歯であれば、笑った時にねあの相手に、まあ、嫌な印象って言ったらおかしいけどそういうのを与えることはあんまりないと思うんですが、ニッと笑った時に黒かったり欠けてたり、前歯がなかったりなんていう状態だったら営業だったらやっぱりそういうのは差し支えが出るんではないかと個人的にはやっぱそういうのことを思っちゃうわけでね。そうするとやっぱり綺麗って言った時に見た目のね歯並びとかそういったことを思い浮かべる人もいるとは思うんですが、まあ、僕個人としてはやっぱりまずはその虫歯とか病原菌に対して、しっかりと手入れをしてそういった意味での綺麗をまずは目指してほしいなと思います。まあ、そのために一番大事な何かって言われればやっぱり毎日のそのこう個人の手入れ、定期的にあの歯医者さんで検診を行っていてもその間全くあのこう本人がね手入れを怠っているなんてことになればやっぱりこれはどうにもなりません。例えばあの自転車なんかでもね仮に月に1回とか自転車屋さんに持ってってメンテナンスしてもらう、でもそれ以外の日は、雨の日に乗っても雨ざらしで放置なんてことになってればやっぱりそれよりは毎日しっかり手入れされている方の自転車の方が状態はいいでしょう。同じようにねちゃんと毎日の手入れ、毎食後の歯磨き、こういったものをしっかりされている方と、されないまま3ヶ月全く歯も磨かずに、ね、でもその3ヶ月に1回定期検診で行ってますなんていう状態だったらそれは絶対悪くなるでしょっていうのは分かりやすいと思うんですけどね。ですから一番大事なのはやっぱりちゃんと歯磨きをすること、これが一番大事なことになってきます。その上で定期検診ってのもこうサボらずにやってほしいというところですね。早期発見、早期治療、こういったものが病気ってものに対してのこう一番ね効果が高い治療の手段になってきます。体の病気もそうなんですが痛みがなければ、病気じゃないっていう風な形はこれ嘘ですからね。痛みがなくても病気は進行する。虫歯なんかでもそうです。むしろ痛みが出てから治療すると手遅れっていうような形になってくる場合、一本の歯の治療が痛みの出る前、早期発見早期治療であれば、1回の治療で終わってたはずのもの、これが、痛みが出てから治療した場合、その歯の治療が、4回も5回も1本の歯にかかってしまう、結局1ヶ月以上の治療の期間がかかってしまう、そういったことにもつながることがあります。ですから早期発見早期治療、そういったためにも定期検診、これを大事にしてください。そうすることで綺麗な口元、こういったものも維持しやすくなります。というわけで月曜キラリズムっていうような形で名称が変わりましたね。口の中も同じようにキラっていう感じで維持していけるようにこの番組にこれからも耳を傾けていってください。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック。
電話 084-983-0418